中に実はカリンがいたんですよ。はい、そうなんです。アリタンと初めて会った時は先生なんですよ。そうです。しかもカリンのこと全く覚えてなかったという。そうだ、あんまり話してもなかったよね。でもちゃんとツーショット撮ったんですよ。ちょっとあんま覚えてなかったので、ね、そっから去年だね、はい、去年の春頃にカリンがですね、博多織姫に入りたいという申し出をいただきまして、断ったんですよ最初。3月とかでしたよね。そうです、ちょうど1年前。そう、どんたく前で今からって時に入るんってなって、まあ、断ったっていうのを実は後日してですね。で、夏、去年の夏にちょうどこの本の出版についてのお打ち合わせが、西日本短期大学でありまして、その時に行ったらまさかの新メンバーがいますと。いや、面接がありますと当日に言われまして、いやもう、うんって感じでね。本の打ち合わせとは知らなかったんですけど。そうなの。博多織姫の方が来るって聞いたんですよ。え、ちょっと朝何時ですかみたいな。伺っていいですかって言って、いつでも座って。そうです。だからもう本当にお互いあまり何も知らずに、まあ、もう本当面接って形で始まって、まあ、でもすごいカリンが博多織姫に入りたいっていう熱がすごすぎて、もうどっちかというとこっちサイドだったんですよ。ファンかなみたいな、どのぐらいの気持ちでじゃあレッスンしてみようかということで、実際に、去年の12月にデビューをしたという深い話がありました。どうでした、実際にこう、学生の中からアイドルが出るという。そうですね、本当にあの12月のデビューのライブもね、私行きましたけども、はい、ありがとうございます。だから2年間まあね、実況にかけて育てたね学生が、はい、あの次の世界に入っていく、なんかねちょっと父親をね、父親みたいな感じで、娘を嫁に出すみたいなね感じで、はい、ちょっとうるっときてました。はい、ありがとうございます。じゃあそんな、はい、皆さん改めましてですね、今ピーかかりました。はい、こちらアイドル力とってもとっても、素敵な本になっておりますので、今日機会にでも全然大丈夫です。とってもとってもいい内容なので、皆さんぜひ、アイドル力お手に取ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。